アリスタルコスは月の北西部に横たわるクレーターである。月の表面の大きな構造の中で最も明るいと考えられ、月の平均的なアルベドと比較して2倍ほどもある。これにより、肉眼でも確認することができ、大きな望遠鏡であればまばゆいばかりである。月面が地球照らしによって照らされた時でも容易に確認できる。このクレーターは、 アリスタルコス大地の南東に位置している。この大地は、リルのようなたくさんの火山的特徴が認められており、ルナプロスペクターによって計測された、ラドンガス放出現象及びたくさんの TLP が報告されている。アリスタルコスははじめ、イタリアの地図制作者、ジョバンニバッティスタ・リッチリによって、ギリシャの天文学者、アリスタルコスの名前を取って命名された。 彼の業績であるアルマゲステム・ノブムが1651年に出版され、望遠鏡で見える特徴のエポニムは天文学者と哲学者から取られ、この名前は1935年の国際天文学連合の投票で公式に認められた。月におけるアリスタルコスの位置やアリスタルコスは嵐の太陽の中心にある大地の上に位置している。 この大地は 200km にわたる大地で、南東部の海より 2km ほど高く盛り上がった傾斜近くブロックである。また、アリスタルコスは、ヘロドトスとバリススクレタリーのちょうど東、リマエエレスターカスと命名された、細く曲がりくねったリルのちょうど南に位置する。クレーターが輝く理由としては、おおよそ4億5000万年前と形成が若く、宇宙風化による、 暗化が十分に起こっていないためであると考えられている。衝突は光状クレーターであるコペルニクスの形成の後で、ティコの形成より前であった。クレーターの中心は最も明るい領域である。内部の底の断面は比較的水平に見えるが、ルナオービターが撮像した画像により、たくさんの小さな丘や島模様の筋、小さい裂け目で覆われていることが、 明らかになった。クレーター外壁は、だん,だんで多角形の形をしており、衝突放出物で覆われている。また、衝突放出物の分布は、南東方向に向かって、光上をなし、これはアリスタルコスが、北西からの斜め衝突により形成されたこと。この領域が、アリスタルコス第一と月の海両方からの物質を、含んでいることを示唆する。 1911年、ロバート・ウィリアム・ウッドは、クレーター地域の紫外線画像を撮影した。彼は、アリスタルコス第一が紫外線で異常に、明るいことを見出し、北の地域に、陽光脈の兆候があることを見つけた。この領域はしばしばウッド、S スポットと呼ばれる。シミュレート地形上にマッピングされたアリスタルコスと、周辺物。ナサフォト・クレメンタインによる、 クレーター画像からは、鉱物分布が調べられた。中央球は主に社長席からなり、外壁は、社長席と観覧席からなる岩石のトロクトライト、である。アリスタルコス領域は2005年に、ハッブル宇宙望遠鏡で観測されており、この観測の目的は、イルメナイトの形で酸素を豊富に含む、ガラス土壌の存在を調べることであった。 アリスタルコスと比較するための気線の測定は、化学蘇生が基地であるアポロ15号とアポロ17号の着陸地点でなされた。この観測は、可視光と紫外光で行われ、クレーターはイルメナイトに富んでいることが示された。イルメナイトは、将来的な月移住において、酸素を生産するために重要だと考えられている鉱物である。アリスタルコス第一では、 多くの月面発光現象が報告されている。TLP として報告されるものの中には、しばしば一時的な円平や表面色の変化が含まれているが、信頼できる。発見の3分の1以上は、アリスタルコス第一からのものである。1971年に、アポロ15号が、アリスタルコス第一の上を 110km 通過した際には、 アルファ粒子検出量の大幅な上昇が観測された。この粒子は半減期3.8日のラドン222の崩壊によって生じたものであると考えられており、ルナプロスペクターの観測では、ラドンの放出源がクレーターであることが確認された。このことは表面への継続的なガスの漏出ないし、爆発的なガスの噴出によって説明できると考えられている。 アリスタルコスとその衛星クレーターアリスタルコスは、いくつかの小さいクレーターによって囲まれており、おそらく多くが二次クレーターである。二次クレーターは、メインクレーターの放出物が再び表面にぶつかる、ことで形成される。これらは、メインクレーターから近い順に付けられた文字で、識別される。下記のクレーターは IAU によって、再命名されている。ありがとうございます。